アトレティコ・マドリードのビエット、海外ドラマのイケメンがやらされてる冴えない大学生感ある。で、おなじみでおざフットボールです。さあ始まりました。トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日はですね、バイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンと、チェルシーとアトレティコを分析して、冬の補強と放出を考えようということで、まあチームのね、試合をがっつり見ることによって、選手出ていきそうだな、このポジションにこの選手欲しいなみたいな、そんな話をしていきたいと思います。というわけで、まずバイエルンミュンヘン対パリ・サンジェルマンの試合、バイエルンホームで3対1でバイエルンが勝利しました。こんなフォーメーションズになりました。はい、4-2-3-1 のバイエルンの、布陣なんですが、これ実際はルディがアンカーの 4-1-4-1 のような形で、ハメスが左のインサイドハーフ、そしてトリストが右のインサイドハーフで、まあ、2列目は結構ですね、ポジションチェンジするっていう、そういった形でしたね。で、ですね、この試合まず語っておきたいのはレバンドフスキ。ちょっとですね、すごいプレーした選手、すごいプレーをね、ハイライトで皆さん見れると思って、ちょっと語り忘れる癖あるんですけど、僕。なんでね、前回のアーセナル対ユナイテッド戦も、デヘアがすごいのはみんな見てて分かったと思うから、あえて語らなかったら、ちょっとね、後々失敗したなって思ってましたんで、まあそういったパターンで、今回のレバンドフスキ、1点目、オフサイドかそうじゃないかみたいな話されますが、状況でヘディングの浮き球をですね、あれだけ周りにね、まあ、ゴールキーパーいて、フォワードもいる中で、冷静にですね、足裏で前を向くような、タッチをした後に、ゴールの隅に流し込むみたいな、日本人はね、よくゴール前で殺し屋の精神が足りないみたいなことを言いますけど、本当ね、レバンドフスキのテクニックといいますか、ゴール前の冷静さは、本当殺し屋だなっていうふうに思いまして、顔もちょっとね、目がね、殺し屋っぽいですよね、座ってて。なんでそういったところで、この選手とワールドカップで戦うっていうね、この日本代表、かなりね、気合い入れていかないと厳しい状況になると思います。まあそんな感じで、選手の、話は終わったところで戦術的な話したいと思います。バイエルンミュンヘン 4-1-4-1 で、まあ状況によって相手がですね、緩いバックパスをした時なんかは前からプレスはめていくっていうことがあるんですが、基本的には引いてブロックを作って、4-1-4-1、まあ 4-5-1 みたいな形で、中盤5枚いますので、まあパスをですね、間のパスをパリ・サンジェルマンが通せないような形を、まあ布陣で敷いてきたんですね。なんでパリ・サンジェルマンがかなりブロックの外を、パス回しさせられて、で、ブロックの外で弱くパス回ししてると、ネイマールの足元に入っても、そこからドリブルで加速できないので、奪われないドリブルはできますが、仕掛けることができないみたいな、そんな感じで結構ね、パリ・サンジェルマンが困るみたいな、展開になっていました。まあ、こういった時はですね、大体、一つ飛ばしのパス、例えば、右のセンターバックから左のセンターバック、この布陣図だと、マルキーニョスから、このチアゴ・シューバに渡すときに、そこ一つ飛ばしてクルザーに渡すとか、そんな感じで揺さぶっていくとですね、相手のスライドが追いつかなくなって、間が開いたところに、パスコースができるみたいな。そこにですね、ウイングがこう入ってきて受けるみたいな。そういった形がまあ一番ベタなんですけれども、まあね、そういった長い距離のパスっていうのは横パスですので取られるリスクもありますし、そういったところでパリ・サンジェルマン選ばなかったのかなというふうに思います。プラス、あとはダイレクトのパスとかですね、ポンポン、ダイレクトでサイド回していってみたいな、そういったことできればよかったんですが、そういったね、この各駅停車って言われるようなパスになりますので、パリ・サンジェルマンがパスコース作れず、ね、裏に抜けていくボールとかでネイマールが飛び出して、このセットプレーのチャンスとかありましたけれども、まあいつものパリ・サンジェルマンのね、この魅力的なサッカーというか、タレントの攻撃力が出るような、そんなサッカーにはなっていませんでした。でですね、この2チームでですね、まあ、大きな違いがありまして、まずですね、その大きな一つがですね、低い位置まで受けに来る中盤の、選手がいるかいないかなんですね。これがいる方がいいって思われがちなんですが、低い位置に受けに来すぎてしまうのが、ちょっとパリ・サンジェルマンという感じでして、まあ、この布陣ですね、まあ、このフォーメーションどっちもですね、まあ、ワントップのような形になるんですね。ディフェンスラインに対してカバーにレバンドフスキが、まあ、縦へのパスコースを切るようなコース取りをするみたいな感じなんですけれども、この2センターバックに対して1トップですと、片方の選手はまあ縦パスを入れやすい、まあ、フリーのね、状況がこうできるわけなんですけども、そういった状況があるにもかかわらず、パリ・サンジェルマンはですね、この3人の中盤、ベラッティ、ラビオ、まあ、ドラクスラはそこまでですけれども、この3人の中盤が結構頻繁に降りてくるんですね。なんで降りてくることによって数的優位はできるんですけれども、逆に前線にボールを入れた時にですね、数的不利になってしまうっていう感じで、なのでですね、前線にボールがまあ入らない状況、入ったとしても、まあ孤立無援みたいな状況が続いて、で、サイドの高い位置でサイドバックがボールを持っても、中に戻すコースがないんで、結局外を回されるだけっていう。そんな状況になっていました。なので、その辺でですね、バイエルンミュンヘン、フンメルスとかジュレ、特にフンメルスですね、中盤の選手がもう降りてこさせないって言いますか、中盤の選手のサポートなく、もう自分で前に持っていってしまって、それによって前のマークがずれたりとかしますね。こういったところで、パリ・サンジェルマンのね、リスクを犯さない戦術、バイエルンミュンヘンのリスクを犯す戦術っていう、そういった差かもしれませんが、フンメルスが持ち上がれることによって、そこから縦パスが入ったりしますと、前線でね、待ってる人数がきちんといますので、そこからのコンビネーションで中を使った後サイドっていう感じで魅力的な攻撃ができていました。なのでバイエルンの2点目とかはそういったところが大きく出たと思います。そして1点目ですね、これはもう画像を使って説明しましょう。その違い、こちらの画像です。はい、ですね、サイドの選手、サイドの高い位置、この画像はムバッペが仕掛けた後のシーンなんですけども、バイエルンミュンヘンの選手、これね、リベリーまで戻ってますね。この、ムバッペ、一番手前の選手の奥にいるのがリベリーなんですけども、逆にですね、バイエルンミュンヘンが仕掛けたシーンですね。これカウンターで、またここはリベリーが仕掛けたシーンなんですけども、こう逆に、パリ・サンジェルマンの選手は5人しか戻ってませんね。こういったところで両チームのですね、この試合にかけるモチベーションの差、前回がっつり負けているバイエルンと、前回対象していて、もうグループリーグも突破できるから余裕みたいになってるですね、パリ・サンジェルマンの差っていうのが、出てたのかなっていうふうに思います。また先ほどの話とも重なるんですが、この両チームとも、4-3-3 のような形を作りますんで、サイドバック、インサイドハーフ、ウィング、この3人の連携ですね、マンチェスターシティとかこの三角形が常にこうですね、バランスよく動いてるって話を前したと思うんですが、ナポリとか、この2チームはですね、バイエルンミュンヘンとかやっぱりアラバ、リベリ、この辺はですね、いつもやってるコンビですし、コマン、キミヒ、ここもね、若手で多分仲いいと思うんです。そこにね、トリストとハメス・ロドリゲスが加わってっていう感じで、うまいことこの三角形が、バランスよく配置されてる。またさっき言ったように、フンメルスがボール持てるんで、高い位置に選手がいてっていう感じで、これがパリ・サンジェルマンだと、ネイマール、ドラクスラー、クルザー、この辺の連携がね、そこまで良くないですし、右に関してもベラッティが降りてきてしまうと、縦関係だけ、ダニ・アウベスとムバッペの縦関係だけになってしまって、バイエルンミュンヘンとしては、このね、外側に追い込めばいい、対応しやすい状況になってますので、その辺でですね、ちょっと連携の差っていうのは、あったかなっていうふうに、思います。こういったところを踏まえまして、僕はですね、バイエルンミュンヘンは、控えでビダルが出てくるチームですし、この試合ね、ハビ・マルティネスも使ってませんので、これといった補強はですね、レバンドフスキが怪我しない限り、別にいらないかなっていうふうに、思っています。途中で怪我しちゃったら、それはそれまでっていう感じなんですけれども、レバンドフスキがいるチームにですね、典型的なフォワードは来たくないでしょうし、バーグナー来るかもしれませんが、そういったところでバイエルンには、これといった補強のね、必要性が見当たらなくて、逆にパリ・サンジェルマンは、2列目の、ネガティブトランジション、このね、守備への切り替えだったり、守備の時に一生懸命頑張れる選手が必要だなって思いましたね。そういったところで僕はですね、このブラジル派閥が、すごい力を持ってるっていうパリ・サンジェルマンだったら、今中国に行ってるレナト・アウエストだったりですとか、あとバイエルンでね、ちょっと出場機会を、かなり減らしているビダルだったり、あとはですね、ニースのセリ、バルサ移籍は夏に破談になりましたけれども、ね、中盤で守備頑張りつつパスをさばける選手ですね。リーガのセビージャでですね、昨シーズンほど、重要な役割を任されていないエンゾンジ。エンゾンジなんかアーセナルっていう噂が強くなってますけど、この辺の選手、アンカーの選手が入ってくるならラビオを1列上げて使って、そうじゃなければですね、2列目の選手だったらそのままラビオをそこに使って、守備的な役割でちゃんとね、できる選手を入れるっていう、2列目に入れるっていう形が、僕はですね、パリ・サンジェルマンを強化するなら、ベストなのかなというふうに思います。ただドラクスラーもね、守備前より頑張るようになっていましたので、そういったところで、きちんとですね、モチベーションが高い試合で、2列目の選手が一気にカウンターを受けるときにですね、ちゃんと戻ってこられるかとか、そういったところ大事だと思います。というわけで続いて、チェルシー・アトレチコ行きましょう。フォーメーションこんな感じでした。はい、チェルシーはこのままな感じなんですけれども、アトレチコに関してはちょっと可変システムでしたね。相手に前からプレスをかけるときは、5-4-1 みたいな形になって、両ウィングとワントップが、3バックに対してですね、チェルシーの3バックに対して、前からはめに行くって感じで。で、攻撃のときは、その3バックのまんまヒメネスが上がってるのか、4バックの状態でですね、ヒメネスが右サイドバックになるのかっていうね、この3バックと4バックを両方使ってるかっていうのは、ちょっとポジショニングが曖昧すぎて分かりませんでした。その辺はですね、後々語るとしまして、なぜ、シメオネがこういった布陣の変更を選んだのか、まずビルドアップ時ですね、後ろからボールを繋ぐときに、このアザールとモラタ、この2トップに対して3枚、人数がいると1人フリーな選手がいますので、前にボールを運びやすいっていうところはあったのかなというふうに思います。そして今言ったように、前からプレスをはめるときに、3バックに対して3トップの方が前から守備をできますので、そういった状況でアトレチコとしては、奪って早くゴールまで行くっていうですね、サッカーを、できるかなっていうのを、考えたんだと思います。ただこれがですね、あまりアトレチコ、連動が高くなかった、マリー3バックを落とし込めてなかったっていう感じだと思います。まず問題点の一つとしましては、プレスの連動性が低いことですね。相手がウィングバックからセンターバックに戻すようなパスをした時に、まあ前からですね、こう3トップがはめていきたいところなんですが、グリーズマンとか結構遅くて、それによってですね、横パスポンポン繋がれて、プレスをかけに来る間に、その間のね、ちょっとの時間によってですね、前にボールを繋げるっていう、まあチェルシーにね、3バックに、こうちゃんと前からプレスはめるっていうチームは、まあプレミアでもどんどん増えていますので、その辺の対応はもうチェルシーにね、ちょっとやそっとのプレスじゃ慌てないぞっていう、そんな感じになっていました。あとはですね、この、3バックの、まあ、泣きどころ、まあ、わかりやすいですけど、この3バックの横ですね。ケイヒル横、アスピリクエタ横。このですね、サイドのところを突くのが、まあ、一番効果的なんですけど、ボールを奪った瞬間のですね、このウィングバックの後ろへの、このセンターバック脇への走り込みが遅いんですね。そういったところでアトレチコはですね、ちゃんとボールを奪った後の攻撃で、トーレスだったりグリーズマンが流れてこのスペースをもっと使うべきだなっていうふうに、そういうふうに僕は思いました。で、一番問題だったのは横幅を使えない攻撃ですね。このシーンご覧ください。はい、これガビがですね、このトーマスにボールを渡したシーンなんですけれども、このトーマスにボールを渡した時にガビがこう手を挙げてますね。これですね、トーマスにボールを渡したら、ウィングバックの左にこの日入ったですね、誰だったかな？ザッパコスタ。この選手が寄せてくるとですね、当然裏のスペース空きますので、そこにですね、この24番のヒメネスが上がっていかなきゃいけないんですが、上がっていかないんで、お前行けよっていう風に指示してるシーンなんですね。こういったシーンが多々ありまして、このウィングバック、このトーマスだったりですとか、あと、フィリペ・ルイスが、まあ、フィリペ・ルイスはある程度取ってましたけど、トーマスとかがあんまり横幅を取っていないので、それによってですね、相手のウィングバックも広がんないので、間にスペースできませんし、ウィングバックとセンターバックの距離が空かないので、その間を狙う選手も斜めに走り出せないみたいな。そんな状況になっていましたので、このね、3バックを使うってなっても、その守備から攻撃になった時のプランニングが、ちょっとシメオネ雑だなっていう風に、そんな風に僕は思いました。なので攻撃の時にもっと横幅を使うべきだと思いましたし、横幅を使ったところのクロスというところで、まあ、チェルシーのこの3バックの場合、狙いどころはアスピリクエタの空中戦の弱さなんで、こういったところでもっとしつこくですね、フェルナンド・トーレスに背中の方を取らせて、右サイドからのクロスを叩き込ませるみたいな役割を徹底すればよかったのになっていう風に思うんですけど、フェルナンド・トーレスは別にアスピリクエタばっかり狙うみたいな、そんなこともしてなかったので、やっぱりですね、守備から攻撃、そこからの仕上げっていう、この最後の過程がですね、ちょっと雑に僕は思いましたね。で、そんなところでですね、まあ右のウィングバック、ファンフランが怪我してるみたいで、この日ですね、ブルサリコが入っていて、ブルサリコクロスいいんですが、ブルサリコはどうやら移籍希望を出しているそうなんですね。なのでこの試合ですね、ベンチに入っても出されなかった、まあ怪我っていう話もあるんですが、その辺は真相はわかりません。そんなところで噂上がるのは、まあアトレチコ、ムニエ、パリ・サンジェルマンでね、ダニア・ウベスがいて、そんなに出番がなくて、ね、出てきたいという噂があるムニエだったり、あとはモナコのシディベ、あとはですね、マンチェスターユナイテッドのダルミアン、まあそれ以外もね、スペインのクラブの若手とかで、使える選手がいたら補強したいなという風に思ってるんでしょうけど、その辺はまた冬の補強の噂待ちたいと思います。チェルシーとしてはですね、左ウィングバックに入ったザッパコスタが結構良かったですし、モーゼスもね、すごく怪我から復帰してから調子を上げてきていますので、これといって補強のポイントっていうのは、ないかなと思います。途中から出てきたね、ペドロとかもスタメンで使ってほしいような活躍でしたし、ね、チェルシーのね、話あんまりしませんでしたけど、普通にこの試合ね、3対1、4対1とかで勝っててもおかしくないような、そんな出来でしたので、あとはですね、ゴール前のそういった選手たちのクオリティだなっていうふうに思います。CTU ならダビド・ルイスがちゃんと膝治ったら、ケイヒルのところを、ちゃんとね、クリステンセン使って、ダビド・ルイス真ん中使ってほしいなというふうに思います。そんな感じでいかがでしたでしょうか？皆さんのご意見もお聞かせください。レオザフットボールでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも、レオザ2FACEの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は、下のもっと見るから、ぜひ